鹿児島到着。着いたよね。はぁ、アルバル来たぜ鹿児島。いや来て来て、うん、今回はすっごいドラマがあってさ、うん、まあ俺アホなんだから寝坊してね、福岡のライライっていう超美味しいっていう噂のラーメン屋さんに、うん、着いたら麺切れ、スープ切れだったわけよ。でもすっごい悲しんでたら、うん、そのライライの店長さんがさ、うん、いやこれからね、あのお客さんいろんなとこ行くかもしれないから2つ教えると、九州で、うん、どこですかって言ったら、1個は鹿児島、うん、2個目は宮崎、うん、その片方に今日来たわけよ。で引っ張られて、うん、この人運転できないので、そう運転できへんからお願いしますって言って、そうそうそう、お願いしますって言ってじゃあ行こう、行きましょう。ここやな、ここ。お、超渋いっしょ。渋いなこれ、やばくないこれ、やばいよこれ。絶対一人だったら通り過ぎちゃうかもしれないもん、聞かないで。行こうか、行こう行こう。紹介してもらってよかったね。本当だよね、全部お母さん一人でやった。すげー、普段の、そう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 、もうな、それでできんと、はい、OK、 OK、 ご飯来たよ、バイト料、最高のバイト料。はい、ゆっくり食べて。ありがとうございます。漬物まででしょ、食べる、うん、食べます。どっちする、大を2つ、はい、私超好き、通ってご飯と、ご飯も、ご飯も、まさか、今日のグレーゼルは350円、350円、これは温かい母の味、お湯だけでお味を、うん、最初から一気に、まあいけないです。めちゃめちゃ優しいすっきりスープ、この本当だ、どんどんできるリンゴを使って、リンゴ、ニンニクは、そしてこの、ありがとうございます。初めて来たけど、うん、何回も通ってるような雰囲気やった。分かる。お母さんも会うの初めてかなぐらいわーって話しかけてきてね、 あそこに行けばお客さんが教えてくれて、いろいろいろんなことを教えてくれて、うん、はい、お釣りとかもお客さんくれてね、なんかもう一つのコミュニティになってましたね。完全にそう、あ、そうだった、うん、自分今まで行った中で、うん、一番心に染みたラーメン屋。自分も同じです。同じくですよ、うん、本当にこれは。でもスープがさ、うん、めちゃくちゃこう、何、想像はるかに超えてすっきりだった。びっくりした、うん、飲んだ瞬間に。コクとかすごいちゃんとあったよ。あったね。あったあった。麺も柔らかくてね、うん、ほんと食べやすくてスルッと入って、大盛りだけど、大盛りでも全然あの量がね、うん、一気にいける量だったよね、うん、うまかった。次なる店行きましょう。宮崎やね、次は宮崎なんですよ。もう2軒目もすごい期待していいと思う。そうやな、うんうん、超楽しみ。この顔、目が3倍ぐらい開いてますけど、いや本当なんかもう活性が上がった。上がったね、うん、いや素晴らしいよ、うん、じゃあちょっと宮崎の方にも行ってみようかな。行きましょう。